近藤大一郎12月24日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。14位、君位等。1893年1月1日、愛知県中島軍平和町の農家に生まれる。高等小学校時代の1905年11月、頃、伊勢湾に外戦入港した第三戦隊の千歳を、見学に行った際、司令官である。 出はしげと中宙に声をかけられ、海軍に対する憧れを抱く。その後、愛知県立第三中学校在学中、学費の都合上高等学校に行けそうになかったため、当時流行っていた米国への出稼ぎを考えていたが、排日運動の機運が高まっていたため断念し、同じく海外に行ける可能性があり、また憧れもあった。 海軍兵学校受験を決意し、1911年9月11日、海兵42期生として入校する。1914年12月19日卒業、小移行補正。遠洋公開後、1915年8月27日に、戦艦春名乗り組み、同年12月13日、任海軍小移。1916年12月1日には、 第一特務艦隊所属の巡洋艦カスガノリクミを命ぜられ第一次世界大戦に参加オーストラリア方面で輸送船団護衛に従事する1917年10月10日にカスガノリクミを免ぜられ帰国同年12月1日に任海軍中尉、海軍水雷学校普通科学生ついで海軍砲術学校普通科学生として初級士官教育を受けた後 1918年12月1日、駆逐艦欅公会長に任せられる。欅時代の同僚に、山形忠志号がいた。1919年9月25日、巡洋艦上番乗組となり、大正9年度練習艦隊に参加、練習艦隊の寄港先のフランスで同郷の大隅、ミネオ中二海軍部艦と会い、艦隊を受ける。帰国とともに、 同年6月3日に、巡洋艦出雲公会長を心得、12月1日には、任海軍大員、海軍大学校を主学生として入校する。卒業後、1921年6月3日に、特務艦松江公会長として、内容等治療の測量に従事する。帰国後の1922年11月1日、第二艦隊公会参謀。勤務中、 関東大震災に遭遇する。その後、海軍大学高校主学生の受験規定が、大維新規有会場勤務に可年が1カ年に短縮されたことにより、受験資格を得て、受験、1923年12月1日、海軍大学高校主学生入校。この時の同期に、奥田菊氏角田閣治、鈴木義夫、高木武夫、星名善志郎などがいる。 1925年11月に卒業後、同年12月1日、軽巡洋館の取公会長。しかし、在勤6ヶ月の後、突如として1926年5月1日に、高松宮信人新王の皇族夫部官となり、高松宮殿下が勤務する、従順洋館古高の理組となる。同年12月1日、任海軍少佐。皇族夫部官を務めた後、 1927年5月21日に英国駐在部官補佐官に任ぜられ、都営、全民の補佐官であった同期生の三木茂次海軍少佐より引き継ぎを受け、1年の語学学習の後に補佐官になる予定であったが、三木少佐の交通事故死により退営1ヶ月で補佐官として勤務する。1929年11月12日、補佐官を免ぜられ、 そのまま当時開催予定であったロンドン海軍軍縮条約会議全権委員随委員に選ばれる。会議終了後の1930年4月15日、ロンドンに滞在する高松宮殿下の随委員であった、アボ・キヨカズ軍事参議官の副官に任ぜられ、同年8月5日に安保大将と共にシベリア鉄道経由で帰国する。帰国後の8月15日に当時予備官であった、 従順洋艦古高公会長県文隊長に任せられ4ヶ月ほど過ごした後、同年12月1日に軍令部第1部一会員となる。この軍令部勤務時代に中央に勤務する陸海軍中堅商工の親睦団体、星桜井に参加している。1931年12月1日、任海軍中佐。軍令部勤務を3年務めた後、 1933年11月1日、第三艦隊出席参謀。その後1934年10月22日、海軍大学校教官として勤務する。1935年11月15日、任海軍大佐。海軍大学校勤務中、2.26事件に遭遇する。1936年12月1日、海軍省専任副官に任ぜられ。 四内三政海軍大臣、山本五十六海軍次官、井上成美軍務局長に親しく使えることになる。また当時の同僚には、横山一郎、吉井道教等がいた。1938年8月20日、近藤にとって、最初で最後となる、艦長職、巡洋艦役も艦長となり、三度目の練習艦隊に参加する。 帰国後の1939年2月10日、再度の英国駐在を命ぜられ、駐在武官として家族を連れて赴任する。この中英武官時代に欧州で第二次世界大戦が勃発し、イギリスも当時国として空襲を受けるようになり、また日本とイギリスの間も険悪になっていったため、1941年10月14日に、 毎一発のところで立田丸に乗船して帰国する。この立田丸が横浜の岸壁に横付けされると同時に乗り込んできた松永圭介軍令部参謀より日米海戦を内示される。同年10月15日、任海軍少将。連合軍の最後上陸後、通訳を通じてスコットベル英海軍大佐と話す近藤中上海戦後の1942年1月3日。 第3、南図海艦隊参謀長として、マニラに赴任する。1943年1月11日、軍令部出資、同年1月30日、シナ方面艦隊参謀長、同年8月20日には、県上海海軍在勤部官として、約10年ぶりに、中国大陸において勤務する。1944年10月15日、任海軍中将。その後、 1945年1月2日、第11特別根拠地帯司令官として、サイゴンに赴任、同地で終戦を迎える。終戦後、連合軍の捕虜となり、サイゴンから北方へ、約50キロの都度も、付近で収容キャンプ生活を強いられる。その後、シンガポールに移された後、1946年12月6日に、復員、同日予備役ヒアオグ付け。戦後は、 様々な商売を経験するが、うまくいかず、得意の英語を生かした翻訳業を中心として、生計を立てた。1975年12月24日、82歳で死去。英国駐在部官当時の昭和15年1月下旬頃、毎日新聞ロンドン支局長の工藤新一郎に、ポーランド占領以降、ドイツはどう動くか聞かれた際に、ドイツの次の作戦は、 ノルウェーの他に考えられぬと2、3の理由を挙げて断言した。この説明をもとに、工藤が本社に特伝を打ったところ予想が見事に当たり、工藤は本社から非常に感謝されたという、ありがとうございます。